お疲れ様スラットです。今日すらこちらジャイバルーンやっていきます。さあまさかのねジャイバルーンが現在の世界1位ですね。はい、こちらジョナフが使ってますね。はい、ジャイバルーン少し前に流行ってたんですけど、まあ、それのまたねウィザード型かな、前は進化ボンバーでちょっと高回転目だったんですけども、まあウィザード時代はウィザードなのかなと、言ったとこですね。はい、まあ、最悪ジャイを出さなくても戦える、まあ、進化ナイトバルーンで戦える、まあ、逆でもいいな、バルーンを出さずに、まあ、シンプルなジャイデッキとしても戦えるんで、まあ、相手に対空がね、少なければバルーン飛ばせますし、まあ、チャンスがあれば様子見てね本当飛ばすことはできるし、まあ、絶対バルーン刺さんねえやって相手には、まあ、出さなきゃね、はい、いいかなと言ったところでいきましょう。カカシ、カカシ先生よろしくお願いします。さあまずは進化ウィズにしたいな。2回に1回なんで相手の最初のユニットにさ合わせてお得です。もうネクスト進化なんでね、なんだかんだ進化ウィザード強いんだよな、ボイドの延命さえできれば。うん、さあでまあボンバーが来たってことは、まあ、ドリルもあるしジャイもあるないやドリルもあるしジャイもあるな。一応クロスとかも、まあ、可能性としてはある。さあボイド警戒ですね。まあこれトリトンつけときは基本的に強いです。トリトン強いんでね。でこれトリトン延命するのも大事。ええー、泣いてトリトンで金起動めっちゃしたそうじゃね。ねえすごいな。でもこれさ俺結構逆あると思ってんですけど、いやこれ右だったかいやでもきつそうきつそうきつそう、なんか出たしばいて、いやこの攻めボイドもう強い。そう対空がフェニリトプリしかないパターンあんなこれ。グッドゲームです簡単かもしかして、もしかしてえげつねえデッキを拾ってきてしまったか。対空ねリトプリフェニックスっすもんね。え多分勝ったっすね。諦めたパターンもあるか諦めてはないと。いやいいね、まあ、今みたいなちょっといきそうじゃないって時にバルーン追加するのもいいし、まあなんかね様子見て適当にバルーン追加しとくのが強いかな。まあこれはねほんとトリトンゲーなんで、まあ深海図は出しちゃってもいいがね、いやーこれ冷静にね待ってみ、この辺でよしよしボード警戒で、ボイド警戒できてるのかこれ。いやまあいいよ強い深海だと強いね。でもう一回守ってもいいな。さあ、あーそれはやばいね冷静に。てかライトニングなんや、まさかのライトニング来るが、え待ってライトニング使ってやられもさえとボイドかリトプリしかいないやん。でまあバルーンに対して出すけどみちゃいも止まんないよねみたいな。おやさてはお強いデッキですかこれ。こんにちは。なんかまあ最近のほんと強いカードぶっつめデッキみたいなのがあんな。正直バルーンじゃなくても良さそう。なんか何でも戦えそうな気はする。この周りがね完成してます。はい、なんか最近のジャイデッキって本当になんだろうな中身変わんないんでね、数枚違うだけみたいな感じなんで、今使ってんのがこれか。はい、結構なんか自由かもね。正直進化ウィザードは進化ボンバーでも強そうだし、うん、まあ何でも何でもかな。さあコカッちゃんだ。この人は超回転速いの、しかもウォールブレーカーあんだよね。で始めプリンきます。マジきます。こんにちは。ほい、いや最悪、始めプリンがよく来るんですよ内側ね。で、ウォールブレイクあると思うんだよな。さあ、来た。結構イケイケデッキなんだよな。8枚バルキリーまで来るよ。ああ。いや、これ止まる？いや、危ね。プリン回収もあるし、なんでもあるか。いやー、マジでね。8枚プリン強いね。ロケじゃない説を祈って。ポイの可能性結構あるんだよ。いやロケなんかーい。しっかりね。
やロケットある方か、なかったら嬉しかったな。まあ基本は守ってだな俺。基本守って、ケツジャイでもよかったかな。すごいすごい、なんか行っちゃったりね。ああ、回転早すぎるかな。いやー打つと、この後のカウンターがねグロいことになる。てか進化オールブレイカーなんかな。いやもう強すぎんだよな、もう終わってるいや普通のオールブレイカーだけども終わっている。いやマジで、まあボイドなんでね、ボイドじゃねえわ、ダガーなんでね、こんな感じでユニット追加されると、うっ、えんぐマジ終わってる。もう一生ユニットくれない。ほんとにね、どんどん行くぞ行くぞ行くぞデッキなんでないって。お、マジでやばくないこれ。終わってる強すぎんだけど深海図とかだとね、サイクル重すぎてついていけない。これやば、しかもロケあるやん。終わったーと見せかけての、まあダブル進化で頑張りたいか俺は。強すぎんだよな。まあこれがちょっとダガーのね弱点みたいな。ちょっとだけね、進化スキ来るか。いや、なんか杖の、杖乗る、ちょ待って、え終わったこれやばくね、相手的にめっちゃ強そうじゃない。呪文なしね。いや、いる、ロケだけ。最近のジャイナー強いんだけど、マジ進化スケにいじめられてる。ここ最近プリンセスデッキもものすごい流行ってるんですけど、進化スケが進化スケが強いんだ。まあロケ持ってんでジャイウィザードとかでワンチャンみたいな感じっすよね。バルーン取んないんでね、いらないっすからね。バルーンは飾り。はい。初手ジャイ。初手ジャイでバルーン組んじゃおうかな。いや、最初多分ね、バルーン出さずに、本当にジャイダックね、ジャイウィザードで組んだ方が絶対強いんだよな。おー、でも迫撃置いてくれたってことは、いや、マジバルーンこれ。普通に考えたら熱い。トルネがなければの話。当たんないんだこれ。え、相手のマスクの位置良すぎる。一発？おい！もうこれだけで強いよ。ぶっちゃけ。そう、マスクからやれ。結構えぐいカウンターいけないこれ。と思った微妙。全然微妙。ユニットの残り方が。あ、でもこのダクネ打たそう。なんか、え、てかジョイやん、迫撃ジョイなんやけど。マスケ、そんなことある、迫撃ジョイマスケか。いやー、まあマスケが、マスケを溶かせれば強いんですけど、溶かせんのかな、わからんない。え、めっちゃ高めのナイト来た。めくるか、さすがに。ほんと。おー、迫撃ジャイっぽい。果たして迫撃はいるのだろうかっていう疑問も出る人もいるでしょう。迫撃いるのかな、それ。まあ、防衛迫撃あるしな、これ突破できるのかな。え、美味しくねそれ、本当に。とりあえずバルーンで組んだらさ、終わんない、終わんなそうだな。ポイズンが強すぎます。まあここで一回の1からにするのもありだな、こんな。なんかポイズン強いな。このボイドやなめさ。お、このポイズン美味しい。無理やりトップとかできんないんか。
まあ、できそうじゃん。マスク飛ばん？飛ぶんじゃね？いやだめボイドで。おい飛んだよ。熱い。一発入らんのかーい。いやだからもうこれ繰り返せば勝てそう。しかもポイズンだから絶対引っ張れる。無心がないとこ前行けよお前。ウィザードー出しゃばりか。反撃間に合わねえんだ。おめっちゃギリ。でもこれあれがないからさ、ダガーの体力。アイスピか止まっちゃうんだな。もうシエね。いやこのウィザード強すぎる。早めに行っちゃおう。てかボイドヤナメでさ、やっぱマスケ飛ぶのが強すぎるよな。これでさルート強制したらさ釣れなくてさ、まあポイズンボーイされるけどみたいな。ああ、なんかすごいなってウィザードがなんかウィザードがインチキしてる。いやきつそう。相手バスケに当たれ。よし、うい。いやマジこれマスケがさボイドヤナメで飛ぶのがやべえな。いやなんか危なかった。どう考えても相性よかったな。ボイドゲーや。さあ初手試合といきましょうか。初手試合どうなんだろうな。強い強い時もある。まあ進化ないと貯める方が優先か。はい冷静。まあ、樽の時点でロイジャイっぽいな。うん、最近のロイは対空がねウィザードっすね。でもウィザードしかいないことが多い。で文句を引っ張られると陸行きがなくて守れない。なぜなら俺がロイジャイ使っててそうだったから。うん、引っ張らして。マジでこれきつい相手。いやこれのバルーンがマジでファイボーしかない相手。ファイボー打って数発受けるか完全に無視するかの2択。相手は2発ぐらい入る。1発？もう1発？もう1回？にゃー強すぎ。相性ゲーオツですやんこれ。え？やばいね。やばいね。まあ進化スケゲーラで来たらねちょっときついんですけど、この何ジャイ系、多分ジャイ系統の同系統対決に強い。知らんけど知らんけどな。まあ進化やつだと突破できないけど、まあ別に突破戦でバルーンの爆破入りゃ勝ちやし。でもトリトン引っ張ったらもう勝ち。相手ウィザード出したいな。もうこれだけで強いよな。かわいそうなぐらいこれだけで強い。暇なんで一回待って。でまあ負け筋は文句。俺の。ん？そう文句。まあでもここで確実にトリトン低めで絶対守れるんで、グッドゲームですね。よいしょ。あれはまあなんか気づいたら折れるやつだよな。あれね、絶対処理できないウィザードはいるが、まあ守りゃいいか。守れるかな。でもじゃあ文句やべえな。ちょ文句をしばきたい俺。いやでも冷静にこの俺のこの低めウィザードも相手しばけないのよ。ファイボタルだから。いやさ、この位置のねウィザード強すぎる。まあ、歩いちゃったらボイド受けちゃうんですけど、今の相手はボイドがないと。え
対空ウィザードだけにはぶっ刺さりです。さあココだ。いえ、直近のクロロアリーグ世界トップ8に入ってましたね。枯渇のプレイヤーではあるが、ザップが来たので、まあジャイかな。ザップちょっと減ったんですよね。まあラバマルが、おお、いやー、ウィザードめんどいんだよ正直。だいぶ、まあ、ウィザード引っ張ったんで行っちゃうのもありだったり。いやだ、フェニックスね、なんかめっちゃ強いやついない。やばい、そのボイド、ん、なんか微妙なボイドになった。いや、フェニ落とせてたらさ完璧だったまであるけど、なんか思ったより入ってんな。ヤシさん、最近この最初の噛み合いでダメージ入ること多すぎん？やばいよ、なんか形組んだら勝ちですみたいな、よくあるんだよな。まあ俺が相手側だったら納得はいかないが、まあ勝ってるからいいか。普通に意味わかんねえよな、今の攻防で3500入んだ。簡単だな。いや、お前トリトン最強。ああ、だから相手もトリトンしばいてくるよね。いや、めっちゃいいウィズやん。ウィザードの使い方ちょっといいな、俺。進化ボンバー超下手なんだけど。ウィザードに関してはちょっといいか。さあ、でも相手はダクネがいねえのかな。で、真ん中に、ボイドを打ちたい顔してるんで。まあ、真ん中いっぱい出します。はい。こんにちは。集まります。シンクゾップやばい。ウィザードだけ溶けたら何でもいい。しかもこれ、あれトリトンで、うまいそれ。でもここで何が強いって、このバルーンをもう絶対守れない。あのボイドで止まるか。いや、でもウィザードがいる、守れねえこの相手の攻めを。守って、俺やべ、守んなきゃ負ける。ちなみにマジやばい。いや、最強の時間稼ぎやめてマジやめてね、お願い。オッケー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 。時間稼ぎ最強まであるか、ジャイアントくん。いや、まあびっくりバルーンもまあまあなくてもよかったか。気づいたら結構ダメージが入ってんだよな。おい、待って、カカシやん、さっきもあったやん、カカシカカシ。まあクララ4,000-5,000やるとね、同じ相手と当たるかな、マルチ。おー、ジャイだったっけ、カカシくん、ジャイだったよな。いやー、飛ばせたら結構でかいか。結構でかいな。ほら、なんかダクネのコウモリうざそうだもん。あ、出た、フェニーだった。え、これジャイバルにしたら、あ、いや、めっちゃいいめっちゃいい。マジバルーン飛ばしたかったわ、今でもいい正直。いやな、ボイドで終わるか。いや、冷静にやめとくか。今まだバルーン持ってないですよアピーしとこうか、ね、僕ただのジャイデッキですよっていう顔だけして、全然ジャイバルーンドッキリ。まあ、さっきので警戒されてるから。進化ボンバー型なんだよな進化ウィズじゃねえんだよ。いや、これもジャイバルーンキはさ、正直勝ったみたいなとこある。これさ、マジナイトバルーンでもいいんだよ。ジャイ来るかな。え、これさ、リトプリフェニー咲いたんすよ。あー、うまかったわ相手
めちゃんこいい。でライトニングよ。なるほど。それを知れたのはね、普通に大きい話ですよ、これ。ライトニングなのね。隠してたんね、あんた。行っちゃおうかな。いや、うまっ。もうちょっとありそう。やばい、一発に価値あり。ライトニングってことは、もうウィザード最強。これシールドが割れるだけっすよ。ほんとに？そのうち怪しくない？ウィザードもいねえよ。怪しくない？結構ガチで。全部乗せ。トッピングフルセット。そりゃだって、君がさ、攻めたんだから。っていうね。で、トリトンで俺は、はい、キンギドありがとうございます。強すぎる。ライトニングかわいそうか。まあ、ボイドだとしてもかわいそうか、これ。え？チンパンですよ。ジャイ対決、マジで強いな。待って、金木くん。クララワ界隈の金引けんはね、超煽り行為大好きやんね。スケルトンスタンプ確定で打ってきまさい。で、クロスです。クララワ界隈のマジ金引けん終わってんだよな。マジで。ボロクソに煽ってくるかんな。ほんとに。どうやってしばこうかって言って。でもちゃんと強いんだよな。ほんとに。めんどくせえことに。いや、しかもサイクルも終わってる。いやー、これマジやばい。いやー、まあ、許せ。金木くん。で、まあ、ロケだと思います。なので、これ結構むずいね。進化テスラとかだと思うんだよな、どうせ。俺の攻めが入るかって言われたら、マジで入らないと思うんで、いかに俺は耐えれるかだと思ってます、はい。なので、頑張って耐えたい。うん。なんかもう、2勝守っとこうや。1勝守ってると、多分、こいつ、エボいな、つって、ロケ削りしてくるんで。本当に確定。こいつだけはだ煽ってこなかったことがない、そういうイメージがあります。橋前テスラいいな。橋前テスラいいな、マジ羨ましいな。血合いとかどうですか？ロケ撃たれたりします？いや撃たれんな、これ。うん、強っ。あれボイド、いやーマジで怪しい。怪しい。来るよカウンターが。うちのビザロンだけ終わってる。いやー、ロケあるんでねー、これ。ワンチャン一発ぐらい入ったら。いやー、まあ、バルーン俺、まだ隠してるよな。ちょっとでかいな、それ。隠し持ちバルーン。
マジでそれつまんない。え、絶対スケルトンスタンプいきます。絶対いきます。絶対いきます。本当にお前がかい、周りが全員スケルトンスタンプ、こんな機能あすんごいすんごいタワーまだらぶって、すんごい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 ね終わってる。クラロワ界隈のカナキカネキケン、本当に最悪だわマジ。終わってますこいつは。マジロケなければな、もっとボコボコにしてもっとボコボコにしてね、骨スタンプやり返せるんだけどな。マジロケ強え、なんだかんだね。ファルチェ大佐、ファルチェいやこれ取れたったらめっちゃ強かったな。ねえわ、終わった、マジで終わった。すごい、限界の耐え。いやまあこの程度サイクルでよくやったんじゃないですか。さあまあファルチェいたんで、テスラとトルネとかありそうっすね。まあジャイリザードか。お、そのファルチェはちょっと美味しい気もする。あー、え？ボイドあんの？そんなパターンある？え？ヤンキーすぎん？俺の知ってるクラロワじゃねえ。ヤンキーすぎん？あげたっていいか。トルネ使って、これどうせテスラなんで。内側に来たら終わる。テスラとかねえのかワンちゃん。いやその声で強い、でかすぎる。え、この一時交換救われ。ボイドか、ボイドなんかちょっとやだな。削りがバルーンが届きにくいよな。そんなこともないのか。縦セントってさ、ボイドで溶けるんかな何も知らないんだよ。ネードが来る、ネード。ウィザード頑張れ。やっぱテスラやっぱあるよな。いや、ウィザードなんか暴れてね。ん？キングが折れそう。いや、ウィザードのこれ一発やべえ、400あるよ。おい、やば。ウィザードマジで信者になりそう。ウィザードの強すぎる。さあよろしくお願いしますかわいいやん。さあナイトね、何でもあるか。ウィザード欲しいな、早く進化させたいよな。いやーまあこれでウィザード来られたらちょっとなえるよ。やめて。まあまあ許すか。まあ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 、さあダクネウィザードね。でもミラータイプなんだこれ。
実はバルンデスケンジ君あるよ。ケンジ君、実はバルーン説ないかい、これ。いやマジある。俺考えずに打ってくれたら気に入ってやる。やばい、逆サイドタワー強すぎる問題ある。これやめて、やめて、強すぎた、最悪や、もったいね。さあボイドアナメッション、え、なんか同じ説ないこれ。いやマジでダックネウィザードでさ、エヴァンとかマジ一緒なんだよな。なんか余分、いや違う、ナイトおったわ、ごめんなさい。え、てか俺、え、俺ナイトおるわ。いやマジ一緒だよな。いや完全一緒じゃないかこれ。いや完全一緒だよな、誰がどう見ても。誰がどう見ても同じだよな。行くしかない。こんなん行くしかない。いやマジ強すぎん、これウィザードがやってくれそう。え、これバルーンじゃないのかな。いや強っ。なんかもう形組んだ時、まあトルネとかあると話は分かるっていうか、ロケとかそういうのがないとね。絶対止まんなさそう。さあというわけでジャイバルーンですね、まあ、現在世界一が使ってますんで、皆さんもねこちらで世界一目指してぜひやってみてください。グラバちゃんの声が押します。押したので。